皆さんこんにちは、ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日は高橋さんと2人で、経済の話、これをやっていきたいと思います。高橋さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、なんで2人で経済の話だと思ったのは、前回もまあやりましたけど、まあ、円安と物価の話だったと思いますけど、その時に高橋さんがちらっとご紹介くださった本、これ持ってきたんですよ。これ皆さん見えるかな、この戦後経済史は嘘ばかりっていう、この本、これこれをその安倍総理に見せたら、安倍総理もふむふむと読んで感心された、まあ、こういう話でしたよね、高橋さん。そうね、なんか講演会、講演会で配るかなって言われて、なんかすごい部数買っていただいたっていうか、すごい部数ね、なるほど、いやいや、それでね、つまり安倍総理もそれぐらいおっしゃるような本なので、これ実は私ずいぶん前にこれ2016年の本ですけど、高橋さんに送っていただいて、まあ、その時もざっと見たんですけど、これ改めてまあ読み直したのね、最近後この収録した後で、改めてやっぱりこれはすごい大事だっていうか、まあ、本当に基本中の基本だけど、逆に言えばこの基本さえ押さえておれば、今のこの円安とか物価の話ももうかなり理解できるよねと、まあ思ったということで、まあ2回目なんだけど、今回は前回も増して徹底的に分かりやすくこの本をベースに高橋さんに講義してもらいたいと、こう思って企画しましたというわけなんで、よろしくお願いします。はい、分かりました。はい、でまず話の取っかかりとして、まずニュース自体の話をちょっと2本ほどコメントいただきたいんですけど、一つはバーナンキですよね。ああ高橋さんが教えもこうた、バーナンキ、ノーベル経済学賞取りましたけどこれの評価をまず聞いておきたいんですね。まあ面白いのは マスコミとあと大学の人の評価だよね、これが面白い。マスコミは特に、はい、日経新聞と、まあ、朝日もそうなんだけどね、まあ、悔しくてしょうがないって感じでもうなんかいろんなのコメント取ってんだけど、悔しいのってそういうのばっかりだよね。悔しいのかなんか日経新聞のやつ見てたら、コメント取ってんのが白川さんだからね、はい、この人最悪だよな、最悪の人にコメント取ってるけど白川さんも悔しい悔しいっていうコメントでそれであと日経のなんかの社内のコメンテーターかなんかだけど笑っちゃったの、はい、バーナンキは経済学の素養があるって言ってる書いたんだよね。お前バカかバカだあんたこんなの書いてんの、お前なんだ記者ごときが何言ってんだって。まあねこれいろいろバラすとね、はっきり言うとね、ああ日経新聞の言ってることが嘘だ嘘だっていうことはバーナンキはいろんなところで言ってんだよ。ああなるほど、そう、本当ひどいんだよ。それでね、一回ね、日経のね結構偉い人だけどね、バーナンキインタビューしてくれ、はい、インタビューをもうやりたいって言ってて、自分でアクセスできないから、はい、私に頼んできたんだよそんなことがあったの、それは驚き、うん、本当にひどいよね。それでね、まあ、私の条件はね、まあ、ワシントンの人が行くでしょ、だから、はい、ほらテープは必ず見せろと言って、はい、そしたらね記事がとんでもないデタラメだったんだよ。ほそれでね私それね、うん、あこんなん出すんだったら全部バラすぞって言って落とさせたんだけど、ね、一回ね。へえ、そんなことがあったの。あったよ、うん、ひどい話で。それでね、もともとね、だから日経新聞がもうなんか聞きがじりで、なんていうかな、うん、中央銀行の独自性とか、あとヘリコプターまでなんかデタラメ書いてたんだよね。書いてたんだよ。うん、で、それは私、バーナンキは日本英語のやつよ、とか日経新聞なんか英語なんか密集しないからね、うんうん。それで適当なこと言ってるから、適当なこと言うんじゃねえっていうことを日経にずっと言ってたんだけどね。うん、だから今回書けないんだよ、日経も。あ、そういうこと。はあ、まあだからね、あとね、学者もね、バーナンキをバカにしててね、だからね、今回ね、日本人の経済学者のコメントってほとんどないはずだよ。あ、そういうこと。何にもしてね、日本人の中で一番バーナンキの知り合いって私、多分私なんだよね。なるほど。私にどこも取材がないよ。
なるほど、うんうん、そういうことか。だからもう日本の学者とかそういうのはもう悔しくてしょうがないって感じだね。あ、なるほど、そういうことなの。でもね、私はバーナンキからいろいろ習ったことはね、実はアベノミクスの理論的基礎です。ああ。これだけ言っとくよ。金融緩和ね。うん、もうあの財政を含めてね、理論的基礎は、うん、あのもし私がだからアドバイスしてるのは、もうほとんどバーナンキに影響してるから、うん、だからアベノミクスの理論的基礎をバーナンキが言ったって思っていただいてもいいですよ。なるほど。その人がノーベル経済学賞取ったら、あのアベノミクスがアベガーっていう人は大変なんで、今これから。なるほど、うん、まあそういうことですか。それはなかなかあの痛快な話ですね。もう、ね、それからね、まあ、そうね、うん、これ20年以上これやってたから、ずっとやってて、うん、完全にもう決着ついたね、これはね。ついたね、そうだね。うん、まあ、あの FRB 議長がノーベル経済学賞を取るっていうのも、これまた全く異例なことだよね。異例って言って、それでそれマスコミ用語なんだけど、うん、だから変な話だって言いたくて、もう日経がそう言いまくってるんだけど、あ、でも学者だからね、そっちの異例は。学者がたまたまあれになっただけで、 FRB の議長になっただけだからね、うん、何言ってんの、 FRB の議長が取ってんじゃないよ、学者がたまたま FRB 議長になっただけだ。ああ、日経はそっちで言いたいわけか。なるほど、そうそうそう、あ、なるほど、政治的だって言いたいわけ、うん、なるほど、わかりました。まあこの話が一つですね。まあそれとね、もうちょっと他にもいろいろやりたいことがあるので、こちらも今日のテーマに直結してると思うんですけど、玉木代表が国民党の、国民民主の、これがあの外貨準備 の、 あの利益を、これを経済対策にあの当てたらどうだ、含み益ですね、ということを言いました。これはあの高橋さんがこの番組でもおっしゃってたことそのままなんだけど、なんか私ちらっと見たけど、玉木さんとはこれ事前に打ち合わせしていたんですって。そうだよ、打ち合わせしたっていうかね、だからね、彼がね、自分のね、YouTube チャンネルで登録者増やしたいって話来たから、これ言えば上がるぞって言って、それで、私ともこの番組で、あの、こういう話、こういうのあるからやれよって言って、いや、まあ、彼がやりますって言って、それで、登録者数が1万人以上増えたんだよね。そういうこと。なるほど、まあ、私はね、あのこんなの誰がやってもいいから、あの別にいいよって感じ で、 やって、でいろんな人に言ってるわけ。ああ、なるほど。そしたらそのまま玉木さんが質問したと。質問した、間違いない。いや、それでね、答えの方、答えっていうか、総理、岸田総理の答えの方について今日はコメントいただきたいんですけど、まあ、これはっきり言うと、うん、いや、これね、ちょっと先に読まして、岸田総理の答え。岸田総理は、外為特会が保有する外貨資産は、外為相場の安定を目的として、将来の為替介入などに備えて保有しているものだと。財源確保のために外貨を円価に変えるのは、実質的にドル売り円買いの為替介入そのものとなるということで、為替介入は過度な変動や無秩序な秩序動きへの対応のために行われるとされており、この面から適当でないと語ったと。これで高橋さんのコメントをいただきたいんです。まずね、こんなね、うん、代表質問と代表質問の答えなんてのは、もうただ最初の挨拶レベルの話だから、うん、これから実質的な話は予算委員会でやるはずだから、あの、そこを見てくださいっていうのがまず答えなんだけどね。はいはい。まあ、あの、この外為の話は実は私が、埋蔵金男と言われた小泉政権の時の2005年ぐらいの時にもうやってるの。うん、で、はいはい、その時にやった答えっていうのは、もう、あの、財務省は全部知ってるはずなんだけどね。この、はいはい、こういう言い方は、最終財務省は言ってきたやつ、うん。言ってきたんだけど、私は一周するのは簡単なんで、こんなのね。はい、まあ、そもそも為替介入って、外に発表しないで驚かせなければ、実は1日の取引の中の、うん、為替のドル債の購入なんて大した金額じゃないからね。はいはい、あんなプレイアップして言わなければ、実はもう全然動かないんで、はっきり言えば。要するに1日の取引の、何百分の1ってレベルだからね、はい、1日の取引はもっとたくさんあるから、だから、うん、こうもしすごく影響があるとすれば、政府がやっててそれをプレイアップしてマスコミを報道するからだけなんだよね。なるほど。だから現実問題、うん、まあ、1日か2日経つとほとんどみんな影響なくなるのは普通なんだよね。うん、なるほど。これで普通の国でも、まあ、たまに介入ってのはあるんだけど、これはドル債を購入ってことね。ドル債を購入ってるんだけど、ドル債って3年債ぐらいだから、3年後には必ず、はい、それや償還が来るから逆の取引になるの必ず、うん、その時にはドルを売って円を買うって形になるわけ、
はい、でもそんなの誰も言わなきゃ、まあまあ自然に終わってて何の影響もないっていうことなんだよ。うん、だからこれプレアップしないでやってるんだったら、同債買ってるんだったらそのまま寝かしておけばいいだけ、寝かしておくとその3年後には必ずあの逆の取引が行われるんだけど、これは世界どこでも介入と言わないし、こんなほっとけってことで終わるわけ、うん、なるほど、うん、いやそこでもう以上のところで、こんなバカな話をしてね、あの、うん、要するにこれかっこいいんだけど、こういうのってマスコミが定性的な話だから影響あるんでしょってすぐ言うんだけど、影響あるんですかって、そうそう、あんたが株買った時に影響がどのくらいありますかって同じような質問なんいやそれで以上の話でもう一遍同じところを、私も頭良くないんでもう一遍繰り返しておきますけど、総理の答弁は外貨を円貨に変えるのは実質的にドル売り円買いの為替介入そのものとなるというふうに言ってるわけね。だから、ドルを売ってドル債を売って円を買っちゃったら為替介入になるから、それは良くないだろうっていうふうに総理は答弁しちゃったんだよね。でもだから今の高橋さんのご説明だと、そんな政府が、円を買ったところでそんなもの何百分の1って言いましたっけ。そうだよ、うん、何百分の1、なわけだ。だからそんなものは全く影響がありませんっていうことね。そう、あの特に召喚の時はね、期限が来たら自然的にそうなるんだから、ああそんなの発表もしないし、それで終わっちゃう。ああ終わっちゃう、うん、だからそのレベルの話を、まあ、あの大海原にいわばこうなんていうかな、あの目薬をさすような話ぐらいの話で、要するに何の影響もないから、黙っていたらそんなものは介入なんか、総理が言うように為替介入なんか全くなりませんっていう話ね。もともとあれだよね、その特にほっといて召喚ということであったらね、何も言わないんだよ、はい、それで何も言わなくて、だから外国化は外国あの外貨準備があの、うん、3年後にはトンと落っこちるんだけどね、それで終わるんだ、うんうん、でそれをずっと実はロードオーバーしているのが日本なんだけど、はい、これが実はこっちの方が為替介入と言われるんだよ。なるほど、うん、あの前回もご説明いただいたけど、日本は外貨準備高は120兆円ぐらい、まあ、ありますねと。そんな巨額なそのドルがたまりたまっちゃったのは、要するにこれまでドル買い円売り介入を散々して、それをずっと買ったドル債、3年債のドル債をずっとロールオーバーして持ち続けているから、たまりたまってそんな巨額なドルになっちゃったと、こういう理解でいいの。そうだから、うん、本来であれば為替介入っていうのは一時的だからね、うん、あの残高ちょっと上がるんだけどすぐ下がるっていうのは普通なんだよね。なるほど。で下がることについては為替介入って言わないから、あなるほど、うん、それなのにずっとまた買い続けてるから、あの要するに言うと日本はずっとドル買い介入してるって、そんな感じになるわけ。ドル買い円安誘導、うん、してる、していると、ずっと、じゃあそっちの方が問題なんだ、はっきり言えばね。なるほど。うん、だからその、で、こういう、この手の議論って多分マスコミの人は全然知らないと思うけど、2005年ぐらいの時にこんなの政府の中で散々パラやったよ。2005年。それはあなたがやったの。そう、埋蔵金の時にね。ああ、はいはい。うん、埋蔵金の時に外為特会に手つけてるから。はいはい。で、その時の議論っていうのは、いや、全然多分報じられていなかったと思うんだけど。うち報じないよ、こんなの。政府の中でやった。だから こんなのが今度表に出てあの国会の中で議論されるんじゃないの。ああ、それは興味深い話だね。全然興味深くない、答え分かってるからいやつまりさ、これからあの岸田さんがこうやって答弁しちゃった以上ですよ、岸田さんは為替介入そのものとなるっていうふうに言ってんだから、ね、そのラインでずっと答弁するのかな。多分大丈夫、あの実質的にって書いてあるんでしょ。ああ、実質的にって書いてある、うんうん、だからそこで逃げない。あそこで逃げんの、うん、なるほど。ああ、そういうことですか。うん、あなるほど、というわけで、じゃあこの話はこれから予算委員会ですか、今言ったのは。予算委員会やるんでしょ、普通は。ああ、なるほど。うん。うん、あの代表質問の終わった後、予算委員会する日だったらね。ええ。だから今はあれでしょ、わけわかんないんだけど、あの、財務大臣が、G7 かなんかに行くから開けないって言ってるんでしょ、うん、
うん、本当はあんなの財務大臣じゃなくて副大臣でいいし、それで答弁作るの官僚だから、別に財務大臣じゃなくて副大臣だって答弁一緒だから開けない。なるほど。なるほど。さて、それでその上でちょっと復習で、あのマネタリーベースの表を出してもらえるかな。まあ、これで見ると、1900の、ちょっとここご説明いただけますか、1989年ぐらいから、プラザ合意が87年ぐらいにあったんだけど、うん、それ以降を完全なフローターにしたんですよ。そうだね、これグラフ見ると89年ちょっと手前ぐらいから、うん、からうん、ちょっとプラザ合意の時に、うん、完全にフローターしたんだけど、ちょっとあのいろいろとすぐは起こんないからね、うん、ちょっと時間差があったんで、うん、であのプラザ合意がなぜ意味があったかっていうと、これマスコミの人が全然報じないんだけどさ、うん、あの完全なフローターにしたってだけなんだよ。なるほど、うん、その前はダーティーフロートって言って、もう意図的に円安にしてたわけ、うん、ドル買い円安介入をずっとしてたと、こういうことね。まあ介入、あのね、これ正確に言うと介入だけじゃなくていろんな手段があるんだけどさ、あ、はい、あのまあ資本取引を制限したいろいろな手段があって、あ、はいはい、そういうふうに色、まあこれ一個だけじゃなくていろんな何個かの種類で、あの、はい、要するに為替をあの、はい、意図的に、円安にしてたと、はい、まあ一番大きいのは資本取引なんだけどね。資本取引っていうのが、原則自由化になったのは1982年ぐらいなんだけどね、はいはい、でその後もなんとなく、うん、あのちょっと為替あの資本取引を制限してたから、はい、資本取引制限する と、さっきの、毎日の為替の売買っていうんで言うと、はい、資本取引制限すると金融目的の為替の売買ってほとんどできなくなるんだよ。そうすると、はいはい、ほんのちょっと の、うん、あのなんか、ドル買いでもすぐ円安になるんだよ。なるほど。要するにさっきの ルーだと何百の分の1じゃなくて 何分の1とかそういうふうなオーダーになるからね。資本取引を抑えると全体のボリュームがすごく減って、ちょっとの取引でも影響が出てくるから、そういうのは、うん、そういうふうな操作をダーティーフロートっていうんだけどね。なるほど。それをまあ実はやってたんだよ。なるほど、うんうん、それであの外為法を改正して1982年かそこらぐらいかな、かな、あの原則は自由と言って、ただちょっとは自由じゃなかったんだけどね。でその後に 4,5 年してから、あれかな、あのプラザ合意して、これで本当に自由ってそうになったんだよ。なるほど。それで、まあ、本来のあるべき姿である日米のマネタリーベースの差が円ドル為替レートとして一致して動くようになってきたと。ほとんどそうなんです。まあ、それまでは ずれてるのは、まあ、ただ単に急にあのマネタリーベースを動かした時に為替がついてこない時に、くれない時にちょっとずれるんだけど、すごく形は似てるでしょ。似てるね。そうだね。うん、でそれまでは大幅に、まあ、円安になってるわけね。うん、マネタリーベースに比べると。そう、だから均衡レートよりかはるかに円安でやってたっていうのが、うん、まあ、実態なわけ、うん、でそれが、あ、これも おさらいだけど、それが日本経済の高度成長の一番大きな理由であると。そう、あの為替っていうのは、自国通貨安にすると GDP 伸びるって言ったでしょ。はいはい、うん、これそのまんまなんだよね。この為替レートの差っていうので GDP 伸びてる、うん、だから何パーセントも、だから高度成長だったら 10% 近い下駄を履いてたって、そんな感じなんだよ。なるほど。さてそこでね、この5本の中にちょっとまた戻りますけど、この戦後経済は嘘ばかりという5本の中で、一般的には、うん、例えば通産省がすごく優秀で業界指導をしたから、だから日本経済が高度成長したんですみたいな話が随分、まあ、流布されてるわけですよね。でこの通産省と通産省神話とこのカルテルの関係ということについても、高橋さん公正取引委員会にいたことがあって、うん、この時に随分いろいろ実態を目にする機会があったというふうにご本の中で書いてますけど、ここのところでちょっと一番印象に残っているような話をちょっと紹介してくれますか。そういうふうな産業指導によってっていうんだけど、はい、まあ、調べれば調べるほど、これはまあ私以外 あの経済学者で三輪さんっていうね、あの、はい、ラムザイヤー三輪ってんで結構有名な論文があるんだけど、はいはい、うん、もうほとんど効果がなかったというのが明らかになってて、うん、私もそう思いましたね。要するに、はい、いろんな指導したどうのこうのっていうんだけど、全然ほとんど関係なくて、指導が薄かった業界ほど伸びてたんだよね。
仕事が薄かった業界ほど伸びていた。これであとね、あの例えば自動車なんかもそうだけど、あの経産省主導に作家だったら伸びてよかったんだよね。あ、ホンダが有名だよね。そうそう、あの、うん、そういうのはそういう例はマイクになくて、あの、うん、まあすごくそういう例がたくさんあって、それでその後もあれでね、あの経産省が主導している業界っていうのがどのくらいこの行政指導かっていうのは、ちょっと私、うん、学術論文でやったこともあるんだけどね、あんまりも実は効果がなくて、効果がないはないほどその業界が伸びるって、うん、そんなのがあったね。あ、なるほど。そうすると高橋さんはその公正取引委員会にいた時はその通産省とバトルするっていう、そういう感じだったの？バトルして、彼らはだからなんか、いろんな規制とか産業指導の、なんていうかな、根拠欲しいって言ってたんだけど、そうそう、それそれ。私のデータで何も意味ねえじゃねって言っておしまいで、うん、それで結果的には何もさせなかったんだけどね。根本的に言うと通産省の存在意義がないっていう話に、ね、いや、ない。だから、もともとあんなの通産省で存在意義ないっていうのは、その後も明らかなんだけど、本当にね、自分がやった産業政策でね、その産業が伸びるんだったらね、そこに天下りするはずでしょ。うん、うん、まあまあね。誰もしないんだよ。独裁国家はそうするからね。うん、でも誰もしないんだよ。あの、経産省がね、なんか仕事してね、そこに天下ったやつってほとんどいないんだよ。なるほど。これで聞いたらね、それで、あの、最初にね、それで、なんかこんな政策すると、こんだけ産業が伸びますっていろいろ言うわけ。それで私そこから計算して、あ、そうするとこの新しい産業の平均年収はこのくらいだなってわざと計算するんだよね。そうするとすっげえ何千万なんだけどさ、それでその時にね、すぐね、計算省の担当者にね、あんたなんで辞めてここ行かないのってすぐ聞くわけ。はいはい。辞めて行ったやつはいないよ。いない、なるほど。適当なこと言ってるってだけだよね。なるほど。そういう通産省は、まあ私も現役の記者の頃、要するに、経産省が推奨します10大産業とか20大産業とか、いっぱいそのやつ、あの絵面を描いてるのを何度も何度も見せられたけど、こういう体質ってのは今でも残っているんじゃないですか。さすがに無理だって分かってるから、さす、あの、なんていうんだっけな、構造改善策とかね、産業ビジョンっていうのはほとんどないでしょ。ああ、ない。なるほど。あの、うん、業界の方だってそんなの経産省に言われたって関係によってすぐ言うようになったから最近。あのね、ちょっと、聞いてる方のためにね、ちょっと言っとくとね、我々マスコミにいた人間、から見るとね、経産省ってね、記者にすっごい優しいんです。つまりね、事前にね、いろんなね、あの、この、なんていうの、自分たちが考えてる政策がこんな政策なんですけど、すごいね、サービスしてくれる役所なわけ。うんうん、これはまさに効果がないのをマスコミ使って宣伝するってそういうことだ。それだけだよ。うん、よく、あの、私なんかほら、国際比較でいつも見るでしょ。あ、はい。で、経産省のやってる政策っていうのは産業政策っていうんだけど、はい。で、英訳できないよね。ああ、産業政策で直訳したらインダストリアルポリシーないよ。そんな言葉ないな。英語で喋ってみな。ないよ。ないね。だからね、私いつもね、英語で喋るときに、ジャパニーズ・インダストリアル・ポリシーって喋るんだ。もう、コート&コートね。だから分かる。こうやってみんな湧くよ、大体。これで。みんなが。もう、要するに、他の国はないから。ないから。なぜならばね、そんなね、わけの分かってない人がリーディングさせるのは無理でしょ、で終わっちゃうんだよ。まあ、逆に言えば、これは、左翼思想に近いよね。だから訳の分かってない人がやるっていうことだ。あ、なだって経産省でやってんだけど役人でしょって言って、実際産業界の人いるんですかって言ったらいるわけないじゃん。うん、で、産業界がもしかそれやったらとんでもないさ、利権になっちゃうじゃん。そういうことね。うんうん、なるほど。というわけで、公正取引委員会はどのくらい、何年ぐらいいらっしゃったの？ね、1985年から87年かな、86年から88年。ああ、2年間。うん、それで私の時に最後布教カルテルってカルテルっていうのがもう最後で、もう私もこれでね、公正取引委員会未来永劫やりませんっていうのをやったっていうのが最後で、布教カルテルっていうのは最後の一例として認めた件があった。そうそう、それでもうこれから以降やっても意味がないし、こういうふうな時代じゃないですよって言って、なるほど、みんなに言い含まして、言い含めて最後ではカルテルってね、カルテルで伸ばすってのはないですっていうのを言って。なるほど。わかりました。まあ、経産省の本質論だね、これはね。
はい。で、続いて、さらにこの5本のテーマに沿っていきたいと思うんですけど、この国際金融のトリレンマっていう話、これは国際経済学の教科書に本当によく出てくる話なんですけど、ちょっと図を出していただけますか。で、これをちょっとね、ご説明いただきたいんですよ。ここもすごく大事な話だから、ちょっと。これは本当は自由な金融市場っていうか、そういうのからもう数式で出てくるような話なんだけど、はい、数式ではあんまりもう出すとみんな分かんなくなっちゃうから、こういうふうな図で説明するってことをよくやるんだけど、このうち、はいはい、3つ、自由な資本移動っていうのと固定相場制と独立した金融政策っていうのは、はっきり言うと全部あれなんだよね、国としてはなんか求めたくなるんだよね。要するに自由な資本移動にして、これで固定相場が安定してた方がいいし、これで金融政策はいろいろといろんな制約なしで自由にできた方がいいっていうんで、普通は思うんだよね。そうだね。だからこれはどんな国も3つで、これでね、多分ね、文系の人だとね、その3つが言葉でやるとみんなね OK になっちゃうんだよ。なんか素晴らしい政策手段。そうそう、 OK になっちゃうんだけど、まあ理論モデルから出てくると、実はこのうちの最大限2つしかできなくて、1個は犠牲にならざるを得ないっていうのが実は数式展開出てくるんだよね。はいはい、うん、それが、うん、書いたのはこれで、これで普通の国は何を選ぶかっていうと、自由な資本移動っていうのはやっぱり商売取引の基本だから、これは欲しいんだよね、まずね。あ、はいはい、うん、でもあと例えば物価とか失業とかいうので、はい、国内に問題があった時にはこれは金融政策を自由にして、例えば失業なんか救済したくなるんだよね。はいはい、うん、でそうするとこの金融政策もなんかに関係なくてやりたくなるから、はい、そうすると自由な資本移動と、独立した金融政策、この2個はやっぱりマストになるんだよ、はい、これは絶対必要だと、はい、そうするとトリレンマから諦めるのが固定相場制になっちゃうんだよ。うん、ということは変動せざるを得ないよねと。だから先進国は大体この右上の2つを選んでて。はいはい、うんうん。というのが説明ね。ああ、なるほど。うん、でも、これは国によってたまたまちょっと違うのもあって、はい、なんていうんかな、金融政策諦めてる国っていうのはなくはない、はい、なるほど。これはユーロな、はい、ユーロなんかそうなんだよね。なるほど。要するにユーロ全部でやっちゃうから、金融政策それぞれの国にこのきめ細かくできなくなっちゃうんだよ。そうだね、うん、できなくなっちゃうんだけど、ある意味でユーロの中は変動相場制なくて、全部ユーロって同じ通貨だから固定相場制なわけだよね、うん、そうだね、うん、そういうふうな国もあるっていうので、左の上もちょこっとあるんだよ。なるほど、うんうん、なるほど。これで一番下の方の話はもう昔の良き時代の話でね、資本移動は全然考えなかったから、実は固定相場制と金融政策で自由にできた、うんうん、昔は。さっきの前段のさっきの話と連絡してくるのは、この日本が為替を自由に動かせないためにダーティフロートにしたっていうところで、さっきのこの自由な資本移動にちょっと制約を加えていたっていうことなんですね。そう、自由な資本移動に制約を加えてダーティフロートして、固定相場制っていうのは言ってみるとフローターと違うから、さっきのレートでいくと均衡レートよりか上下に動かせるんだよね、うんうん。固定相場制っていうのはちょっと誤解されちゃうんだけど、普通なんか制度で固定してると思うんだよ。そうじゃなくて、もう猛烈に介入してそうなるんだよ。だから猛烈に介入 してそうなるんだけど、資本移動をすごく抑制すると本当ちょっとの介入で動かせるんだよね。ああ、なるほど、はい、うん、それでちょっとの介入で動かしてたのが実はさっきの図で、はいはい、それがだからもう戦後ずっと極端に言うと、はい、90年代の近くまでずっとやってたんで、日本は。なるほど、はい、うん、その時はじゃあ自由な資本移動が実はなかったわけね。そう、わざと。だって、1992年ぐらいのさ、資本移動を対外的に原則自由と言ったのはね、うん、あ、はいはい、でも、うん、その後も5年間ぐらいは自由にしてなかったから、それより以前は全く自由にしてなかったんだ。あ、だからほんのちょっと政府の、いや今の話聞いて私も思い出すけどさ、その頃私現役の経済記者やってたと思うけど、うん、財務省が資本移動自由にするとかなんとかっていう話確かやってたよなと思うけど、私はその頃、うん、こういうトリレンマから物事を理解しなかったな。財務省、まあ記者はみんな知らない。で、私は中で仕事してて、一番最初入った時に外為法の改正だったからね、
はい、まあ、当然このトリデンマ知ってんだけど、まあ今ほど改正するってことは資本移動ガチガチだったんだなと思って、中に言うと結構わかるからね、ガチガチだって。なるほどなるほど。だからほんのちょっとあれだよ、ちょっとの介入しただけでもうレートはもうピッて動いて小手相撲性みたいだって、うん、ああなるほど、うん、よくわかりました。これもね、まあ、私のことをついでにちょっと白状しちゃうと、私が留学したのは1988年だったかな、88年から9年ぐらいで、その頃初めて経済学の教科書読んで、クルグマンの教科書なんか読み始めたのがまあその頃だから、それでようやくトリデンマっていう言葉が知ってですねやったっていう。だからまあ今の経済記者さんもこのトリデンマの話ぐらいは理解するぐらい、あの国際経済学のイロハだから、まあ勉強してほしいなとは思うけどね、うん、まあでもそれでもね、そうそう、今高橋さんの話聞いてへえと思ったのは、私はほらやっぱり数式では理解できないから、定性的にこの三角形の図でね、うん、理解したわけよ。ところが何、うん、数式から導かれんのこれって。当たり前じゃん。逆に言うとそのくらい理解してないと使いこなせないよ。あ、そういうことなんだ。うん、うん、あ、もうこの辺はもうほとんどじゃ数学の話なんだな。そうだよ、うん、そういうことか、うん、あのなんか定性的にわざとやるのはもう数式のやつもう無理だと思うから、あの大変だからやらないで、あえてごまかすんで、大体実例で教科書ではみんなこの図で証明説明されてるんだよね。無理だから、無理だからね、うん、でも本当の研究者はじゃあこれ数式で導き出してるわけ。まあ研究者でも時々ねできない人いるからな、うん、そういうことか。時々っていうか日本では結構多いね。ああ、なるほど、うん、うん、本当は違うんだ、そういうことも知らなかったです。全然違う、うん、なるほど、うん、よくわかりました。さて、それで最後の今回のこの次のテーマ、石油ショックの話です、はい、石油ショック、第一次石油ショックとスタグフレーションの関係っていうのが、うん、図があるんだよね。これをちょっと出してもらおうかな。あ、この図です、うん、これをもとにちょっとスタグフレーションのっていうのは、つまり、まあ、景気後退と物価上昇が同時に起きるっていうのがスタグフレーションですっていうふうに言われてるんだけど、この図が非常にわかりやすいんで、ここちょっと簡単に説明してくれる？うん、あのまあ、これはね、あの横軸に数量って取るんだけど、縦軸に価格って取って、はい、普通 の, あのミクロ経済学の価格量そっくりなんだけど、はい、ただ、はい、線自体はちょっと違っていて、あの、はい、これ S って書いてあるのは供給曲線だから右上がりになってるのは一緒なんだけど、はい、これは一個一個の財の供給曲線と違ってて、日本経済の総供給っていうね、はいはい、総供給、うん、全部の供給曲線を足し算したやつなんだよね。はいはい、うん、それで D って書いてあるのは全部の総需要っていうのを足し算して、はい、こういうのでマクロ経済の動きってだいたいミクロ理論に似て説明できるからなんだけど、やるんだよね、うん、はい、それであのまずそのオイルショックがどうだったかっていうと、これは非常に単純なんだけど、はい、日本の国内 に,、ま、に原因があるわけじゃなくて、まあ、OPEC、はい、がもう、はい、あのカルテル組んで価格上げちゃったって話なんだよね、はい、そうだね、うん、で価格上げちゃうと実は総供給の方に影響が出てくるんだよね。総需要っていうのは国内なんだけど、はい、総供給っていうのは海外から入れたもののコストとかそういうの込み込みで総供給曲線作るから、はい、そうするとオイルショックがあるとどうなるかっていうと、あの、はい、実は、この D はそのまんまだってね。D はそのまんまね。S が、うん、S がどうなるかっていうと、S ダッシュに動くんで、上に上がるから。はい、はい。そうすると、均衡点はどうなるかっていうと、一番下のところから左上に上がる。はい。これが、だからサプライショックっていうやつで、オイルショックのことになるわけ。うん、で、価格は上がるし、数量は減ると。で数量っていうのは、あえて言うと、実質 GDP のことなんだけどね。はい。うん、実質 GDP っていうのは数量に相当する概念だから、だから実質 GDP が下がって価格だけ上がったって、そういうふうな。なるほど。ここを、要するに、D はそのまんまで、S が S ダッシュ動いたっていうのが、あれです、はい、オイルショックです。なるほど。で、これで、こういう説明終わりなんだけどね。はいはい。うん。まあ、逆、D が、これは、D ダッシュっていうのもあるね。これ D は、これはあのなんか、価格GDP 下がっちゃったから、
その後慌てて実は総需要っていうのを増やす、うん、まあ景気対策はそうなんだけどね、うん、例えば政府の支出とかね、 GDP 戻るんだけど、うん、あの価格はさらに上がっていくんだよね、うん、そういうことね、うん、だからそういうふうにちょっとあの価格はさらに上がっていくっていう状況にもなりうるわけ。なるほど。こういう時の対策って結構ね単純なんだけどね、S が S ダッシュに行っちゃうでしょ、はい、これを S ダッシュ S に戻すような政策するだけなんだよ、きっと。ああ、はいはい、うん。これどういう政策があるかっていうと、これちょっと時間かかるんだけどね。はい、まあね、あの、省エネ対応する、そういう形にするんだけどね。なるほど。うん。うん、だから本当は、うん、あの、こういう時に D を D ダッシュに上げるのはあんまり正しくなくて、S を S ダッシュ、S ダッシュを S に戻すような政策するんだけどね。なるほど。まあ、ただ、緊急対策とか言って、政府支出を増やせば、GDP はちょっと戻るけど、価格は。価格もっと上がりやすくなっちゃう。ということね。うん。なるほど。さて、この図をもとに最後、今回の最後のところ、今のこの原油高、まあ、マスコミではよく物価高って言われてますけど、この現象をこの図に基づいて説明すると、どういうふうになるんですか？これはちょっとね、これだけじゃちょっと無理なんで、はい、これは均衡点が必ず達成できるって意味で、総供給と総需要が一緒になってるでしょ、はい、総供給と総需要が一緒になってるっていうのと今はちょっと違っていて、はい、この図で言うと S と D があるんだけれど、はい、本当の均衡点はこのなんだかな、一番下の数字があの点が S の上にあるんでしょ、はい、うん、S の上にあるんだけど、あの何点かな、あのもうちょっと実は価格が下っていうか均衡点じゃないんだ今は。ほう。均衡点じゃなくてどうなってるかっていうと、あの D の左の下 D の線があるんでしょ、で、はい、S の線の上で S の線の上だけどもうちょっと左の下にあって、そんな感じの点なの今は。これ不均衡があるってそういう時はちょっとこれで説明できないんだけどね。ああそうなの。そうそう。今なんで不均衡があるの？不均衡があるのは GDP ギャップってなって、全然あれなんだよ。あの供給があって需要は足んないんだよ。あ、そういうことか。あの需要と供給が同じだっていう前提でこういう説明ができるんだけど、はい、ちょっと違ってんだよ。これもう一個違う図で説明しなきゃいけないんだ。なるほど。うん、だからもう単純にちょっと不均衡があって需要が足んないって状況なんだよね。なるほど。うん、だからそういう時にはとりあえずはあの S は S だしに動くんだけど、まずこの、はい、左の下にちょっとあるからとりあえず D をちょっと増やしてこの一番下の線にして、はい、して、でそれであれだよね、次にサプライショックがあった時にと対応に備えるっていう感じかな。あ、ちょっとこれではちょっと難しいね。あ、なるほど、わかりました。まあ、じゃあそれについてはまたあの時間のある時にちょっと今の現状についてもあの図解で説明してもらえますか？あ、これは簡単は簡単だよ。だからちょっとあのこのスタグレーションの従来のとはちょっと違ってて、だからはっきり言うとスタグレーションにはなかなかなりえないね、まだ不均衡が。あ、なるほど、うん、まあでも当時は1973年の頃はまあこういう状態に近かった。近かった。それはね、不均衡はあんまりなくて需要っていうのが結構あったから、なるほど、まあ、あのこの均衡点にすごい近いところにあったからこういう分析ができたんだけどね。なるほど。今はね、均衡点とはちょっと違うから、はい、あのこれはちょっと今の状況は違いますね。なるほど、まあ、分かりました。じゃあそれについてはあの視聴者の皆さん、また高橋さんの解説がいずれ聞くことができると思うので、はい、その時を楽しみにしたいと思います、はいはいはい、ただまあ基本的にはこのスタグレーションの図っていうのはやっぱりすごく大事だよね。ここはやっぱり一番基本なんでしょ。基本だけど、あのなんていうかな、あのその時その時で適用できるかできないかって見極めなきゃいけないからね。これ結構難しいんだ、そこがね。なるほど。 GDP ギャップがある時にはさっきの図はちょっと使えないんだよね。なるほど、うん、ということだけ頭にただ、はい、入れておけば今回はいいかなと思いました、はい、とりあえず高橋さん、今回はいろいろありがとうございました、はい、はい、どうも、はい、お疲れさんでした、はい、どうも、はい。